避難は仕事は避難するために使用するはしごのこと。避難器具としては基本的なものであり、設置対象となっている防火対象物のほとんどに使用することができる。避難はしごには使用方法により固定はしご、立てかけはしご、吊り下げはしご、発置用吊り下げはしごの4種類に分けられる。また材料により、金属性は仕事金属性以外のはしごに分けられ、 金属製はしごは国家検定の対象品目になっている。避難はしごを4階以上に設置する場合は、バルコニーに設置し、金属製の固定はしご、または金属製の吊り下げはしごを使用しなければならない。さらに降下口が直下街の降下口と同一推薦状にならないよう、地取り配置などにしなければならない。避難はしごの降下空間は、縦棒の中心からそれぞれ、 外方向に2 0トル以上と、器具の前面から奥行き6 5トル以上で、地盤面などの高架面までの拡充形内とし、避難空地は高架空間の水平投影面積とする。それぞれのはしごの設置方法は以下の通り、折り固定はしごのように建築物と一体化しているものは泥棒などがそれを使って侵入する恐れがあるので、 外部の人間が簡単に固定はしごのある場所まで行けないようにするなど防犯対策を考えながら設置する必要がある。ありがとうございます。